今月17日に神戸で開幕するパラ陸上の世界選手権を前に、駅でのテロを想定した官民合同の訓練が行われました。中村と申します。神戸ポートアイランドにあるポートライナー中埠頭駅で行われた訓練には、神戸水上警察をはじめとした3つの警察署と水上消防署、それに神戸新交通の職員ら合わせておよそ75人が参加しました。訓練は刃物を持った男が乗客2人を切りつけた想定で行われ、非常通報を受けた駅員がさすまたで男を制止、その後警察が駆けつけ男を制圧し、消防署員と駅員が連携しながら負傷者を救護しました。今月17日から神戸でパラ陸上の世界選手権が行われ、国内外から多くの人が訪れるため、参加者たちはもしもの際に連携して対応できるよう手順を確認しました。実践さながら迫力ある訓練で、弊社の社員もですね、刺激をされたといいますか、今後は本当に役立つ訓練であったかなというふうに思います。国際的なイベントが目白押しだというような中でですね、有事の迅速的確な対応というものについて、官民で、連携を取って対処していかなければならない情勢にあります。節目を見て、訓練を重ねていきたい、このように考えています。このほか訓練では警察によるさすまたの使い方の講習も行われ、駅員はテロや危険行為への備えを新たにしていました。